皆さん、こんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ。7月1日に放送開始した月9ドラマ、海の始まり、フジテレビ系。放送前から大注目の一作だ。写真あり、なんか顔変わった、有村架純と、有吉に、の子役、泉谷聖奈。TVer の見逃し配信で7300万回再生を記録し、社会現象とも言われた。 サイレント2022年フジテレビ系の制作チームが手掛け、同作でブレイクしたスノーマンの目黒蓮が付き9発主演を務めます。ヒロインは有村架純、放送前からフジテレビも気合を入れて宣伝していました。週刊誌記者、しかし、ドラマが放送されると、視聴者の興味は内容よりも有村のルックスに集中していた。 インターネット掲示板では顔が変わったすごい痩せたとの意見が多く見られた有村さんも30歳を超え顔がシュッとしてきたという意見が多数出ていましたふっくらした頬と顎のラインが特徴でしたが顔全体がすっきりとしてきたので印象が変わってきたと思う視聴者が多数いたようです 姉であるグラビアアイドルの有村愛理に似てきたという意見も見られましたね週刊誌記者また同ドラマでは目黒の娘役として出演した子役泉谷聖奈奈々も注目を集めた泉谷にはかねてから有吉弘行きの幼少期に似ているとの声が上がっている今回もインターネットでは同様の声が上がっていた数多くのドラマや CM 雑誌に出演している人気子役です昨年の木曜劇場「一話あっぷん好きな花」2023年フジテレビ系では今田美桜の幼少期を演じて話題になっていました有吉弘行さんの他に福原愛さんの幼少期にも似ているなどとして SNS は盛り上がっていましたねわらテレビ識者こうしたそっくりさん効果もあったのだろうか 1> 第1話は盛り上がり、X の世界トレンド1位にランクインするなど、出足は上々だ。このまま低迷してきたといわれる月区復活を宣言できるのか、今後の展開に注目が集まる、どう思いますか、気に入っていただけますか。